ツイッターで AI に絵を描かせるアプリが流行ってたので、バトルフィールドシリーズを描いてもらってみたよ。使用したのはドリームバイボンボ。お題をテキスト入力し、絵のタッチを指定すると数秒で完成。それでは早速バトルフィールド2042で出てきた画像を見ていこう。お、いきなりそれっぽい武器が登場。風景もオービットのビルと発射場の煙っぽい。絵のタッチを変えたら航空機のようなものが。下はリニューアルの砂漠&緑地とビルが融合。いっそ SF チックだったらとタッチを変えたら、なんかロボットゲームっぽくなりましたね。でも20年後にしては未来すぎな気がして、バトルフィールド2142でやり直してみた。なんか宇宙戦艦っぽいもの出てきたぞ。いい感じに宇宙戦争らしさが。現実的な感じだと、こんなかな？一応、外骨格っぽい人影も。そしてタッチによってはこんなかっこいいの来た。ロボットゲームにありそう。普通にかっこいい。では、逆に過去に遡ってみよう。バトルフィールド1942だ。上陸作戦っぽいのとうっすら戦車&銃かな？さて、1942と2142は DF 初期作にもあるが、AI さんにバトルフィールド1842を予想してもらったぞ。おお、騎馬戦だー。 AI は存在しないものでもちゃんと組み合わせてくれるのね。じゃあ、存在しないものをもう一つリクエスト。バトルフィールドジャパンだ。おお、なんか浮世絵っぽい。けど、2枚目は、日の丸におっさん混ざっとる。サムライジャパンとサムライブルーの影響？さて、それでは年号のつかない過去作を試してみたよ。まずはバトルフィールドバッドカンパニー。うん、白い。お次に DF3。銃は出てきたが、マズルフラッシュが青い。二段構成になってるのはダマバンドピークかな？ DF4 は、ランカンタシュガーみたいなのと海辺で航空機が撃墜されてるの出てきた。DFH はなかなかそれっぽいのが出てこず、文字っぽかったり。なんでや。DF1 は、次の DF5 ともどもオレンジが強い印象。キービジュアルやゲームのオープニングへの影響かな？かろうじてのタッチをいじったら印象派っぽい絵画になったよ。DF5 は DF5 にしてみたり色々頑張ったけど、なかなかそれっぽい画像ができなかった。かろうじて銃っぽいのは出るけど、なんか赤っぽいんだよね。そんなところでしょうか。AI は気まぐれで、同じテキストやタッチでもやるたびに結果が変わるので、気になった人は試してみると面白いですよ。